のミンテキっていう横笛です。なんかここになんか竹の皮か竹のでできた紙みたいのを本当は貼るんですけど持ってないのでマスキングテープを貼りました。でここをなんか震わせて音を出す原理みたいです。ミンテキも習ったことはないんですけど、大陸系の、笛はもしかしたらタンギングするのかなと思って私流にタンギングしてみました。はいこちらのミンテキは、ヤフーオークションで尺八とあと古典調の忍笛とこれがセットで 3,4,000円ぐらいで買ったかなって覚えてます。 Amazon とかでもなんか急に急になんか目が加工されちゃいましたけど、Amazon とかでも300円とか送料込みで中国から300円とか400円とかでミンテキは買えるみたいです。私も買いました。では次、インドのバンスリーっていうシノブエのルーツになった笛です。私もインド哲学とかがすごい好きなんですけど、哲学のインドの最高神の神様のクリシュナが横笛で吹いてて、それがこのバンスリーっていう笛なんですけど、なんかね、神聖な、なんか神様が吹いてる楽器なんてなんか御利益ありそうだなと思ってちょっと始めたいなと思ったんですけど、旅行の時これは10年近く前に買ったんですけど全然吹いてなくて、で母が邦楽をずっとやってて忍笛とかもやってたんですけど、お母さんにプラスチックの忍笛吹いてみなって言われてすぐ音が出たんでやろうかなって10年ぐらい前に思ったんですけど結局ちょっといろいろバタバタしててできなくて、で去年の春から忍笛横笛を始めました。このバンスリーっていう笛は日本の竹とちょっと違うみたいで、で竹の中も日本の忍笛みたいに加工されてなくて、多分これ表面はニスかなんか塗ってあると思うんですけど、すごいなんかあったかい音が出て、まあなんかこうドレミとかそういうのはなんかいい加減なのかもしれないんですけど、なんかインドのこうこれバンスリーも習ったことないんですけど、インド音楽っていうのはラーガっていうなんか音楽理論があるみたいで、でそのこの笛のその時期季節とか時間帯によってもこう流す音楽っていうのが変わるみたいで、あと微分音とかそのどの音でもそのすごい細かく分けるみたいな、なんか要するに微分音っていうものをインドの音楽では使うみたいなんですけど、ドとかレとかミとかファとかそういう音の中でもなんかかなり細かく分割して音を出したりするみたいで、まあバイオリンとかでもそのポルタメントとかニコとかでもなんかポルタメントっていうのがありますけど、そういうなんか微分音を使うのがまあ音楽インドのとかあそこら辺のアジア中央アジアとかのロマなのかジプシーなのか分かんないですけどなんか
そういうものがあるみたいですね。私も全然知識がないんで勉強しなきゃいけないんですけど、このだけどマンスリーすごいあったかい音がするんで、ちょっとこの笛全然最近吹いてなかったんですけど、武田の子守歌吹いてみます。シャープです。で最後に日本の篠笛で武田の子守歌を吹いてみたいと思います。これは篠竹ではなくて、あの間竹笛、秀勝さんの間竹笛で定価が12万ぐらいたものなんですけど、さっきのこのバンスリーは私もこれ10年前で買ったもの以外にもなんか10本セットとか eBay で買ったんですけど、それが10本セット入って送料入れて7000円ぐらいで買えるんですけど、中がね何も加工されてないですもんね基本的に。あとこの民的も多分なんか売ってないんじゃないですかね。でもこう篠笛とかこう間だけ日本の笛は何なんでしょうか。こうやって漆で塗ってあるんですよね。こう漆の加工っていうのはすごいやったことないですけど大変みたいで、手間もかかっていろんな意味でお金それでまあやっぱり日本の笛はすごくお金がかかってる、人件費もかかるんで手間もかかって材料費もかかるんで、これも定価12万以上ですけどちょっと勇気を出して買っちゃったんですけど、まあ間竹笛ってどんなもんなのかなっていうのもありましたし、ちょっと見た目がいいなと思って、こうこれなんかすすったけ、ああいういろりとかでいぶされたすすったけなんですけど、なんかいい意味でいい意味でなんかいい意味でみすぼらしいっていうか、もうその辺にこう落ちててもおかしくない、もう完全に自然と同化しちゃってるって感じで、なんか作ってない感、ものすごく作ってんだろうけど、なんか自然にその辺に落ちててもおかしくないし、落ちてもなんかもう自然に土に溶け込んじゃいそうな、そういうなんかとこがなんか渋いなっていうかかっこいいなと思って、で音もなかなかいいのでちょっと買っちゃったん でこれで武田の子守歌を吹いてみます。で西洋の楽器とか笛とかケーナとかバンスリー の演奏も昨日 YouTube で見てたんですけど、多分タンギングしてますよねあれね。で大体全部タンギングするんですけど、日本のこう笛はタンギングしないんですよね。でもともと日本語の発音にそのタンギングっていう文化がないらしいんですよけどね、私も全然タンギングっていうのがフルートとかやった時できなくて、今も多分できてないと思うんですけど、なんか巻き舌もできないですし、なんか、やりにくいなと思って、でこう切る音を切る時はこう指打ちっていうのをする感じになるんで、で、まあ、時々こう混乱してなんかタンギングもどきとなんか指打ちが混じっちゃう感じもあるんですけど、まあ、スラーっていうんですかね、スラーでずっと吹いていくみたいな感じなんですかね、西洋の楽譜みたいな音楽理論的には、まあ、とにかくちょっとこれで武田の子守歌を
最後に吹いてみたいと思います。日本の古典調の忍ぶ面もちょっと今手元にないんですけど、結構この穴の大きさとかが一緒だったりするんですけど、こうやって穴の大きさを変えることで、あと幅ですかを、なんかドレミをこう西洋の音階に近づけてる、正確なピッチに近づけてるっていう感じみたいで、で100年ちょっとぐらい、100年ぐらい前に福原百之助先生ですかが、そうやって西洋の音楽も吹けるようにしようってことで、こういう穴の配置になったみたいですね。うん、はい。ということで今日は中国とインドと日本の竹笛で竹田の子守唄を吹いてみました。それではまた。